とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。報酬は何を取るかはランダムというやつですね。もちろん、どこにどの装備があるかというのは覚えてません。あ、1回はね、なぜか、まあまあ、みんな覚えてるよね。左上が黒曜石のクレイモアだよ。あれだけはやっぱ覚えるよね。一番最初に取るやつなんで、まあ、あれはちょっと取っていく、うん、あれは取っていくけども、他のはまあランダムで。いや、危ない。あっ、危ないでしょ。 OKOKOK。 ちょっと1階から若干ピンチになったね。まあまあ TLT をミスったっていうのがやっぱ良くなかった。オッケー。でも落ち着いてクリアしていこう。オッケー。これ上までちょっと TNT 持っていくかな。危ない。変な動きすんな。オッケー、終わり。危な、左上、ここはね、これですよ。で、次からは覚えてない。クリアしましょう。まあ、このクレイモア取ったからといってずっとこれを持っていけるわけじゃないもんね。そこがちょっと辛いところだよ。まあまあ、それがそういう企画なんだけどね、これがね。じゃあ、で、まあ、あと残りを全部右下を選んでいけば、そうか、クレイモアではいけるんだ。いや、でもそれ面白くないじゃん。いや、むしろクリアできないし、ボールとか弓もこのまんまでしょ。いや、無理だわ。うん、ちょっとそれはクリアできないと思う。上の一番右、コブだった。いや、これズルじゃない、ズルじゃない、ズルじゃないよ。なんかいつも通りの感じだった。でもまだ後でね、変わる可能性っていうのがあるしね。うん、あぶね。いや、これは楽だわ。とりあえずはまだ全然楽だね。よっしゃ、やば、どうなるか分かんないから、もう「やー」とかをめちゃめちゃ使っていこう。あって終わりか。余裕。ね、上の真ん中、お、ドラドラ、オッケー。いや、これさ、もう残りは全部、あー、落ちた。あれでいいじゃん。下の右でクリアできるんじゃない。いや、これだいぶイージーになったな。うん、だいぶ、ちょっと待って、イージーな感じになっちゃった。オッケー。やば、これ息ができない。こっちで息を押してきます。あー、ものすごい減ったよ。あと一発食らえば終わりだ。エンチャンターがちょっと処理しきれてないな。最初落ちたのがちょっと痛い。うっそーちょっと最初からミスってるじゃん。いやいやいや、いつもの装備でいってるはずだよ、これ。いつもの装備でいってるんだけど、思いっきりなんか戦い方ミスってるな。いや、でももうやられない、もうやられません。 OK。 ここでね、エンチャンターを全部仕留めてればいけるのよ。うん、なぜ仕留めきれなかった。クリーパーがいっぱいいたからか。そうか、そうか、まあ仕方ない。
でもこのシャッフルでランダム報酬でミスったっていうのはでかいな。下の一番左、前もなんかソウルフィスト取った気がするな。これ無理だ。どうする？もうホグクロス棒にかけていくしかないよね。でここを、まあ、チェーン弱体化入れてなんとか火ダメを抑えていく。96本あるからまあまあまあいけるでしょう。 OK、 安全に行こう。 OKOKOK、 とにかく弓を多めにね使っていきましょう。なくなる可能性みたいなのもあるけども。 OK、 うーわフレーズの攻撃が痛い。しゃ、おーい、チェーンかかってたでしょ。よし、オッケーいけ、ナイス、いいよ。やば、そこで止まったりしたらダメだよ。この持続ダメージがね、いつの間にかゴリゴリ削られていくからね、それが怖い。あと一発、終わり。上の真ん中、ああここか、ここか、上の左が当たりだったね。まあいいや、ソーブレードでもまあまあいけるでしょうね。弱体化もついてるし、いや弱体化の方がいいかな。いや鋭利で火力上げよう。うん、これでいきます。じゃあ、まあ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  OK、 あ、一応落とせたりするわけね。これノックバックありか。危ない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 、死ぬ死ぬ、当たってない。ナイスパン、パン嬉しいよ。うわ、ちょっとめちゃくちゃ減らない？ちょっと減りすぎだってば。あー、やば。オッケー、オッケー、いけてるよ。あと1体か。いやソープレーンとちょっと戦いにくいな。下の真ん中、まあ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 防具はいいや。うん、何に変える？いやもうこれはメインウェポンとこれを変えるしかないでしょ。ピグリの残り85、まあ戦ってはいけそうね。いきます。ここは大丈夫だ。うん、安全に起爆していけば問題なさそう。ほい、よしよし、 OK、 矢が嬉しい、本当にこれ矢嬉しいよ。今回矢がないとちょっとこれ無理ゲーかも。あと1体、ナイス、 OK、 もうあとは少しだからね、いける、安全に起爆していきましょう。 OK、 いいね、こんだけ矢があればだいぶいいよ。よし、あと1匹、終わりかな。いやまだいる、あーいたのね。はい、使いは OK よ。上の真ん中、上真ん中です。ちょっと待って待って、俺これさ前もこんな感じだったぞ。うっそー、きっつ、
ならばもう弓をもう完璧に攻撃力上げていけばいいよね。弓をちょっとゴリゴリ上げよう。あとはもうちょっとなんとか、あーポーションバリアも入れよう。うん、 OK。 7秒のバリアがあればいけるでしょう。とりあえずまずドラを使って、どっちだったかボスラッシュとね、ちょっとごっちゃになってる。 OK。 あーちょっとこれドラ入ってねえじゃん。火属性でちょっと削りつついきましょうか。いやードラが入らなかったのは痛いな。 OK。 エンダーセンともうドラを、あぶねー、死ぬところ。いやこれね、ダメだ、召喚させちゃダメだ。うん、召喚させちゃうとこの武器ではちょっと倒せないので、あーう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 ー、ちょっと待って、早く出て。 OK。 生き返りたい。上の一番右、あキノコ、まあ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 いいでしょいいでしょ。 OK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 。 前回ここでやられたんだよね。落石食らうなよ。なんかね、撮影の時って落石俺食らうよね。 OK、 いけた。でもサンゴブレードか、ちょっときついぞ。 OK。 待て、いった、これきつい。倒せねえ、倒、ちょっと待て、いや倒せん、サンゴブレードじゃ倒せんよこれ。ちょっと倒す場所考えようか。ちょっと下で戦おうか。下でさ、トムになってきたやつをちょっと狙って倒す感じにしようか。いや上じゃあれ無理だわ。うわちょっとこれ近接じゃ全然ダメージ与えないよ。無理。 OKOK。 この下でこの極になったやつを狙って倒していこう。じゃないともう矢も持たないし無理だ。 OK。トムになってるやつを狙え、こっち来い。あれどうした、来い。 OK、 ナイストム。こういう戦い方しかできない。よしいいぞ、ナイス。 OK。 まだ、でももう終わるはず。いた、この攻撃力がこれでいけっていうのが無理だもん。武器替えたい、上の真ん中、違ったか。いやこれ武器無理だ。弓も残りが65本か。でもこれでいくしかないよ。他はもう絶望的だもん。97、うん、矢で戦っていくしかない。まあ半分は超えたからね。で支給箱もあるから、あここはあれだ、極力装備は使わずに行こうか。もうこれで行くっきゃないよ。よし、基本的に爆発させる感じで行こう。じゃないとね、矢を使ってると
ちょっともったいないもんね。おーよし、 OK、 いいよ、いいね、ちょいちょいちょいよし、やば、無理、よし、あぶねえ。いやー何この火力、無理だってそんなんじゃ。オッケー、ちょ安全に行きましょう。よし、まあ矢もねそんなに使わずに行けたね。よっしゃ、これならば、あちょっと待って、次のボス、ボスか、厳しいかもな。よし、まあ、矢はいっぱいいっぱいでもないけどね、武器が欲しいな。どこだろう、上の一番右、あーうん、当たり、いやいや外れだわ、こっちの方が火力あるじゃん。うわ最悪、最悪だ。でもまあ戦ってはいけるかな。いきましょう。もう近接火力がもう絶望的なので、もうこっちだけで戦うしかない。なんで行く？いやもう無限をつけていった方がいいか。うん、で後で爆発だね。行きましょう。いや無理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 、近接じゃこれとてもじゃないけどダメージ与え的な、ドラハイってあれだからね。やばい、変な動きしてる、きつい。まあドラ入れて乱射をバンバン打ち込む感じで戦いましょうか。まあこんなもんでしょう。オッケー、あと1回ぐらいで倒せるかな。やばい固まんな、あっ、まあ、ポーションあるし、いけるよ。次で終わらせたい。終われ、オッケー。もうちょっとでボス。いや、まだか。あ、何も言ってなかった。すいません。ぐるぐる回します。これ。マジで？メインウェポンすらなくなったよ。流れ込む魂もないでしょ。これどうやって戦うの？矢は258本。あ、タンブルビーか。あ、タンブルビーと、ロールチャージだろうね。うん、ロールチャージと、まあ、クリティカルぐらいか。まあ、こんな感じでいくしかない。うーわ、倒せねえな、これ。いや、ここ絶対きつい。これ、向こうまで、たどり着けるかすら、ちょっと、不安だよ。まず全然倒せん、草刈りすらできないのはこれきついって。いや向こうにさ、もう戦いに入る前にもう瀕死だもん。マジか、
いや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 、これはつらい。どうやって戦えっていうの。いや無理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 。よし、まあ、とりあえずロールチャージで戦っていくしかないよ。タムルビーも出しつつ。やべ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 。よし、オッケーオッケー。あ、タムルビーが本当に役に立ってくれてる。火力ねえな。で、ちょっと待って待って、蜂そっち行かなくていい。バカ、そこ待って待って待って、そこ閉まってるでしょ。閉まってるのにちょっとそういう裏技使わないでくれ。オッケーオッケーオッケー。あっぶねえ。よし、なんとかいけてる。あと上の2匹で終わり。毒ダメージを食らわなければいいかな。よし、あー、でもタンブルビーとこの防具の相性が良くってなんとかいけるわ。よし、いけたー。下の真ん中。ソウル系なんもないぞ。あ、でも溜まってる。若干若干溜まってるね。なんもねえよ。なんもねえよ。もうライフブーストとりあえず入れとけ。行ってみましょう。まあまあ、下に敵がブワーって集まった時にハーベスターで倒せない。いや、これ待って待って待って、無理だ、こんなの無理じゃん。ザクを倒せないなんて。よし、待って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 、あー落ちる。うわー、よし、オッケー、いける、いけるぞ。ちょっと待て待て待て、俺がすぐ行くまで待て。よし、いや待て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 、きつい、これはきついって。待て待て、まあまあポーションをちゃんと残していこう。ポーション残していこう。矢はまだね余裕があるんで、どんどん使って。で、タンブルビーで、やる感じ。よし。いけてるいけてる。あっぶね。防具ももうひ弱になってるから、倒せないのよ。よっしゃ！タンブルビー出ないな。やばい、息ができない。うまい、よし、いけた。よし、こっちも行く。待てよー。うわ、ちょっと待って、あぶね。毒ダメージで瀕死。やろうか、もうそれ召喚するな。よし、終わった。あぶねえ。武器変えたい。上の左、違う。まあまあ、うん、これは良かったかな、防具で。いやでもだいぶ登ってきたよ。あと1回してボスで終わり。何あげる、武器なわけないでしょ。いやいや、武器これ
マジで初期の剣より弱いからね。これでしょう。一発のチャージダメージが2000。いけるかな。防具なんかつけれない。あー、ライフブーストつけていけば結構 HP 上がるね。ライフブースト。いい。オッケーオッケーオッケー。タンドルビーがあれば、どうせ。よし。タンドルビーだったらば、あれがあったけどね、ビーストバースト。でも、持ってないから仕方ない。行くぞ。はい。よし、オッケー、ナイス。あ、やっぱライフブーストかかってるからだいぶ HP 高い。いける。これ、おい、出すぎじゃねえか。まあまあいいや。よし、いいぞ。くらい。ナイス、ナイスすぎる。よし、クリティカルが出れば結構いいダメージになる。よし、お、あと1体じゃない、終わり。おし、きった、ボスまで来れた。武器欲しい。武器がないとこれ無理。下の一番左、よし来た。怒り、まあどっちでもよかったけどね。怒りか。これズルしてここで、ダイナモぐるぐる回って、あ、いや、ダイナモつけれないわ。1か。ね、これは鋭利だろうね。いきます。まず最初に一発与えましょうか。キノコ食べて、なるほどね。よっしゃ、オッケー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 。よし、オッケー、いいぞ。意外といける。でもあと1回やられたら終わりだからね、それは覚えてて。よし、ツンツンすな。本当に、よっしゃ、いける。よし、いけた。クリアです。報酬完全ランダムでクリアできました。いいの来てくれ。空腹の恐怖はいいかな。あ、ホークブランドもリフレッシュさん、いいね。お、火炎フォーカスさん、まあ、いらんけど。こっちは下にポーションバリアとかある。あー、これだったらもう間違いなくホークブランドですね。最強が出来上がります。はい、ということで今日はランダム報酬で、タワー攻略できました。ちょっとギリギリな感じだったけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。